ご覧いただきありがとうございます。賃貸の武崎です。本日は、奈良市小西町にございますマーロービルの方にお邪魔しております。こちらですね、近鉄奈良駅すぐ横の小西桜通りに、面したお部屋となっております。住居としてもご利用いただけますし、テナント、事務所としてご利用いただける、物件となっております。でですね、早速こちら室内の方ですね、ご案内させていただきます。本日電気の回線の方がストップしているため一部暗いところがございますが、ご了承ください。室内の方はね、こんな正方形に近いような形となっております。事務所としてね、ご利用いただければ、テーブルでしたり、机椅子等ですね、持ってきていただければすぐにでも営業していただけそうな内装となっております。住居としまして、お一人さんのね、お部屋としましては、非常にね、ゆったりと暮らしていただける室内となっております。で、こちらですね、モニター付きのインターホンも備え付けになっております。で、こちら廊下部分にキッチン、また水回りがございます。一口のですね、電気コンロが付いたキッチンスペースとなっておりまして、その隣の方ですね、ユニットバスの、お風呂となっております。で、こちらは玄関スペースとなりますね。じゃあね、駅地下物件ということで、その周辺で、事業またはお一人暮らしでお考えの方にはお勧めできる物件です。詳しい情報につきましては、賃貸の正木ホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心。賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。